お待ちしておりました。あなたは、さっきの声の。はい。あなた方をここへ招き入れたのは私です。私は、このセントラルシティの市長を務めております、ナールと申します。セントラル？ここは、ネーデじゃないんですか？ネーデですよ。セントラルシティは、ネーデにある都市の一つです。あなた方がなぜ、ネーデに来てしまったか、お分かりですか？わかりません。一体、何がどうして？僕たちは、エルリアの塔で怪しい男たちと戦っていて、それで、気がついたらここにいたんです。おそらく、あなた方は、彼らがネーデへ飛ぶ際に巻き込まれる形で、ここに飛ばされたのでしょう。一体、彼らは何者なんですか？彼らは、神の十賢者と呼ばれる者たちです。彼らのことを語るには、ネーデの過去の過ちを語らなければなりません。ネーデは今から37億年前、一つの惑星でした。デスタって、今は惑星じゃないの？今のネーデは惑星ではないのですよ。高エネルギーのフィールドに覆われた人工の惑星。それが現在のネーデ、エナジーネーデなのです。そうか。それで父さんは高エネルギー体と呼んでいたんだ。37億年前といえば、未だエクスペルは宇宙に存在していなかった時代です。その当時ネーデは、宇宙でも比類する星がないほど高度な魔法科学を持った惑星でした。そのため銀河系のあらゆる惑星がネーデの統治下に集まることになりました。しかしそれは強制的なものではなく、お互いが共存し合うという理想に近い形だったと聞いてます。しかしそのような世界でも邪心を持つ者は存在するのです。それが神の十賢者と名乗る者たちでした。彼らは惑星間の共存ではなく、銀河全体の支配を望んだのです。10人の恐るべき狂信者たちは、強大な力で、まずネーデそのものを手中に収めようとしました。彼らの攻撃を受け、ネーデの主要都市は、次々と攻め落とされていきました。彼らは自分たちに従わない人々を全て抹殺しました。そう、たとえ女子供であろうと無慈悲に殺戮したのです。ネーデ軍も総力を結集して対抗したのですが、彼らの力は強大でとても邪悪なものでした。結局はかなわず敗走を余儀なくされたのです。しかし彼らの暴挙はそれ以上長くは続きませんでした。ネーデ軍は最後の力を振り絞り戦いました。そして何週間にも及ぶ死闘の末、ついに十賢者を打ち破ることに成功したのです。ネーデの人々は彼らを処罰するためにエタニティスペースと呼ばれる、一度入ったら二度と出ることができない特殊空間の牢に封じ込めました。戦いはネーデ軍が勝利したのです。しかしこの戦いを経て、ネーデ人は自らの持つ絶大な力にようやく気づきました。
たとえその気がなかったとしても、我々は全宇宙を支配するだけの科学力を身につけてしまったのです。もし、再び十賢者のようなものが現れたとしたら、再びネーデは戦乱の渦に巻き込まれてしまう。それは誰も望まないことでした。そこで長い会議の末、奇才であるランティス博士の提唱したある一つの結論に達しました。それは自らの進化とネーデの力の封印です。惑星ネーデはネーデ人自らの手で破壊されました。ネーデ人はすべて高エネルギー体の中に作られた居住区エナジーネーデに移住することになりました。エナジーネーデを覆うエネルギー体は外界とネーデの行き来を禁じるためのものです。そしてネーデは外の世界と断絶しました。あとは皆さんのご覧になった通りです。エタニティスペースに封じ込め銀河に放逐したはずの彼らがどのようにして脱出しエクスペルにたどり着いたかは分かりません。しかし事実として彼らはエタニティスペースを抜け再びネーデへと舞い戻りました。銀河の支配者として君臨するために。それが神の十賢者か。はい、強大な力を持つガブリエルをリーダーとし知略に長けたルシフェルが参謀を務めます。その下にはミカエル以下8人の配下が付き従っています。恐るべき狂信者たちです。詳しくは図書館にあるデータベースを参照していただければ。あなたたちは彼らがここに戻ってくることに気づかなかったんですか？はい、エクスペルが異常な公転軌道を始めた時にはもう全てが遅すぎたのです。それで僕たちはなぜあなたに呼ばれたのですか？あなた方に可能性があるからです。どういうことですか？十賢者は今このエナジーネーデで銀河支配のための準備を進めています。しかし現在の我々の力はかつて彼らを封じ込めた時ほどの力は残っていないのです。だから私たちの力を借りたいと。そうです。それに我々と十賢者の力は同質です。結局は強い方が勝ちます。必要なのは異質な力なのです。異質な力か。どうする？私たちがここにいる以上やるしかないと思う。それに十賢者の目的が銀河支配ならエクスペルも狙われるわけだし。うん、ちょっと怖いけど。うん、そうだね。ありがとうございます。早速ですが時間がありません。あなた方には迅速に行動を起こしてもらいたいと思います。何をすればいいんですか？最初になすべきことはネーデ内での移動手段の確保です。トランスポートを使えばいいんじゃないんですか？あれは主要施設に設置してあるだけです。本来の移動手段にはサイナードという飛行紋章生物を利用しています。サイナード？セントラルシティを出て北に行くとノースシティという町があります。そこで訪ねてもらえればサイナードの飼育場ホームはすぐ見つかるでしょう。そうそう、先ほど申した図書館もここにあります。ネーデの歴史や
研究科学報告書など参考になる文献が豊富にありますよ。わかりました。じゃあ早速ノースシティに行こう。レナさん、どうして私の名前を？あなただけにお話があります。少しだけ残ってもらえないでしょうか。はい。レナ、何を話しているのかしら。僕たちが考えることじゃないさ。それは、あんまりだよ。レナは今、本当の自分自身と立ち向かおうとしてるんだ。だからきっと、僕たちにできることは何もないよ。クロード。すみません、お待たせしてしまったようで。いえ、そんなことはありません。では、私はこれで。ごめんね、待たせちゃって。ううん、大丈夫だよ。レナ、あのさ。何？いや。私は大丈夫よ。レナ。進みましょう。答えに向かって。ああ。最初はノースシティでしたわね。セントラルシティを出て、北の方角にあるんだったな。はじめまして。私が館長のアーティスです。話はすべて聞いていますよ。彼があなた方のサイナード作成を担当します。作成ってどういうことですの？サイナードというのは確かに生き物ですよ。ですが主人に従順にするために最初に飼い主のデータを刻み込んでしまうのです。なんだかそれってかわいそうじゃないかな。まあ我々が飼育しているサイナードはすでに人工的に交配された種ですからね。目的自体間違ってはいないんですよ。さあ時間がありません。彼についてパーソナルデータを入力しに行ってきてください。はい、わかりました。こちらです、どうぞ。ではこれから各個人のパーソナルデータを記録します。入力室にお呼びしますので、その間自由に見学していてください。はい。なあ、ネーデジン以外の紋章を刻むんだろう。うまくいくのか。さあ、でもやるだけはやらないとまずいだろ。上からの命令だし。はっ、下っ端は辛いね。サイナードってギョロやウルルみたいなものなのかな。ヤフフギャフフ。
私たちがエナジーネーデにいることをエクスペルの人に伝える方法ってないのかしら。え？だってエクスペルの人たちから見たら私たちは突然消えたことになるんじゃないの？エクスペルは。どうしたんですの、クロード。いや、お待たせしました。ではこちらに来てください。ではクロードさんのデータから始めます。そちらの奥に進んでください。痛いことはしませんから。いいというまでじっとしていてください。すぐに終わりますよ。はい、もう結構ですよ。え、もういいんですか？では次はレナさんです。こちらにいらしてください。では始めます。楽にしていてくださいね。はい、終わりました。あなたはネーデ人だから安心してデータが入力できますよ。大変です。パーソナルデータを入力したサイナードが凶暴化して。なんだって？このままではホーム自体が破壊されてしまいます。クロード、よし行こう。うわ、サイナードが。やるしかないのか。無理、無理だって。気をつけてね。いや、キュアライト。はっ、こいつ無精症。キュアライト。いや、無精症。それで、いや、こいつ無精症。こいつ、いや、こいつ、それ無精症。こいつ、いや、はっ、いや、こいつ無精症。いや、はっ、無精症。
僕らの勝ちだな。次行ってみよう。まだ力が。まさか、こんな事態が起こるとは。まさかですって？ネーデ人以外のデータを入力する時点で、すでに予測されていたことじゃないですか。君！これで貴重なサイナードが一匹おじゃんになった。どうしてくれるんです？僕たちは。謝って済む問題でもないんですよ。艦長、研究費のアップ、望めるんでしょうね。まいったね、まったく。すみません。いや、あなた方のせいじゃありませんよ。データを受け付けないサイナードが悪いんだから。でも、死ななくてもいい命を殺してしまったわ。ええ、これ以上あなたたちのデータをサイナードに入力することができないのは事実ですね。それじゃあ私たちはこれからどうすれば？まあ、方法はないわけでもないですが。どうするんですか？ここでする話ではありませんね。一度艦長室に戻りましょうか。チェ、もうちょっと早かったら、乱心、サイナード、とかってスクープになったのに。いったたた。あまり多くの人間に聞かれたくない方法なのでね。まあ、直接は関係しないんですが。言っていることがよくわかりません。あなた方は知らなくてもいい。とにかくそこのトランスポートに入りなさい。ロックは外しておきます。君。はい。突然どういうことですか？ここから先は転送先で説明を受けてください。おそらく市長も文句は言わないでしょう。僕たちのすることはまずいことなんですか？世界を救うのだろう。多少の犠牲は仕方がない。それって一体？行きなさい。サイナードを手に入れたいのならば。ははい。一つだけ聞いてもいいですか？何ですか？一体誰のデータのせいでサイナードは暴走したんですか？無意味な問いですね。私が答える必要はありません。わかりました。